よいよ本日のメインイベント、ウェルター級の8回戦です。酒井翔輝と菱桁弘典の一戦です。ファースレートプレゼンツエーサインボクシング、ただいまより本日のメインイベント、ウェルター級8回戦を行います。赤コーナー23勝13敬を11敗に引き分け、146パウンド2分の1、横浜光所属、元 WBC ユース世界スーパーライト級チャンピオン、この試合が日本デビュー戦、酒井翔輝。さあ見せてもらいましょう、メキシコでの力、酒井翔輝。青コーナー6勝3敬を1敗1引き分け、146パウンド4分の1、渡辺所属、2017年度全日本ウェルター級新人王、日本ウェルター級7位、菱桁弘典。一方、日本のスタイルを見せつけます、菱桁弘典。ジャッジ、飯田哲也、同じく松原信弘、同じく福地雄二、レフェリー染谷道明。ウェルター級の8回戦、本日のメインイベント、メキシコ帰りの酒井翔輝、そして日本のサウスポー菱桁弘典、この両者の対戦です。第1ラウンドがスタートしました。まあ、一つポイントとして、この酒井選手がどういったスタイルを見せるのかというところは注目です。まあ、よく言われるのはメキシカンのファイターは割とこう頭をつけて前に前進するみたいな話も聞きますけれども、まあ、ただこの酒井翔輝選手ですけれども、ナチョベリスタインのあのマルケスですとか、あるいはジョニゴン、ああいったところを、あーと右フックガードの上です。まあ、ああいったところの選手たちを育て上げた、まあ、名伯楽の下で力を磨いてきた、そういった選手でもあります。左のボディを打っていきました。逆にボディを返した菱桁。まあ、立ち上がりどんなところにこう岩佐さん注目してご覧になりますか。ガード硬いですね。あ、ガード硬い、うん、はい、じり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 、いいプレッシャーだと思いますよ。うん、まあ、いわゆるこのハイガードのスタイルというのも、おそらくはこのナチョが、ね、こう仕込んだところもあるんじゃないかというふうに思いますけれども、向こうの選手は本当ガード硬い、選手も多いですからね。はい、マルビらしさを見せています。でただ一つポイントとして挙げたいところが、メキシカンは割とサウスポーがほとんどいないという中で、今回相手が伊藤さん、菱桁選手サウスポーなんですね。そうですね、長身のサウスポーで、はい、まあ、そんなに変わらないか、でもそれでもやっぱこうアウトボクサーですよね。はい、メキシカンでちょっとこうあんましいないようなタイプなんで、そこがどうかなっていうところと、まあ、今ちょっとこう、まあ、ガードはいいですけど、ちょっとやっぱ、はい、まあ、様子見てるのかもしれないですけど、手数はまだ出てないんで、そういう意味では今菱桁選手うまく戦ってますね。うん、まあ、割とこうやって、お、菱桁ボディ出しています。右のジャブもついていった菱桁。まあ、何しろ酒井選手は大体、まあ、先ほどもご紹介した通り、まあ、いわゆるプロモーションに所属をしている相手と、まあ、急遽試合が決まって、それをもう、選択権なく戦うと、そういったことを繰り返していて、まあ、ですから体重もすぐに作んなきゃいけないっていう、そういう状況の中でやっていた選手です。相当なメンタルの持ち主だと思いますよ。はい、まず、強いですね。前に行きます。まあ、そもそもメキシコ自体が高地ですからね。うん、ボディ酒井選手すごい練習するんですよ。あ、そうなんですね。練習時間もすごい長くて、はい、アッパーを打ちます。菱桁選手でもいい選手ですね。左、ちょっとここは今菱桁のペースになっています。ボディ、これ今どう見たらいいですかね、岩佐さん、この流れは。ちょっとそれこそさっき言ってたサウスポーとやってないのがちょっとなんかこう
スタンス的にもちょっと右にこう傾けすぎて本当にストレートまっすぐのとこに顔がある、ガードはしてるんですけど顔がある状態がちょっと気になるかなと思いますね。まあ、このあたりは不慣れなところをどう茂田がつくか、その意味ではまあついた1ラウンドという感じになったかもしれません。酒井選手ですけどもともと出身が兵庫県の尼崎市の出身です。で、元 WBC ユース世界スーパーライト級のチャンピオンの経験を持っています。一方の茂田ですけれども、こちらの方は山口県の山口市の出身です。今1ラウンドとしてはちょっとやっぱし、はい、茂田選手取ってるかなと思いますね。ただちょっとこう酒井選手まだ少し様子見なのかなっていうところもありますし、サウスポー少し苦手なのかなっていうあのちょっと気持ちもあるんですけど、はい、本当にこうバチバチに行くタイプなので、ここからどう攻めていくかなっていうのが楽しみなところですね。まあ、その割には手数は割と少なかったという1ラウンド、ね、今少なかったですね。はい、まあ、それが様子見だったのかそれともというところ、ちょっとこの2ラウンドで、そうですね、この2ラウンドが、はい、変わってくるところだと思いますね。まあ、こうやってハイガードを上げるのは、まあ、これいわゆるメキシカンスタイルということになります。ジャブをついていくサウスポーの茂田、お右から入っていた、ここで振り回していきます。まず一発見せました。そしてフックの攻防、まあ、今青コーナーのセコンドからは相手がまっすぐ来るぞというふうなそんな、指示がありました。まあ、割とどうでしょうね、オーボディ岩瀬さん、はい、どうぞ今やっぱり茂田選手うまく戦ってますね。あ、そうですか。あとアッパー、その中で左ボディのストレート、うん、うまいですね、うん、結構重心が低い中でもこうストレート当てられるというのはいいタイミングを持っているんだと思います。ええ、あと相手がまっすぐ来るぞというセコンドの指示ありますけれども、これに関しては安さんどう見てますか。どっちがまっすぐ、茂田選手側がセコンド行ってるんで、まあ、酒井選手がまっすぐ来るぞという、はい、まあ、そうですね、今だサイドというかじりじりこうまっすぐ前に来るところがまだありますね。ええ、まあ、こうやってまっすぐ入ってきてパンチをまとめていくというイメージ、まあ、多分渡辺事務陣営はそれを回していけってことだとは思いますね。はい、だからちょっとこう横に回れってことだと思います。なるほど、足を使っていけってことだと思いますね。まあ、そのあたりはちょっと意識をしている感じの動きは見えますが、まあ、こういった形で食わしていきます。パンチの迫力ありますね。ウェルター級の8回戦です。ボディから、わー、お互いボディ返した。今度は茂田ボディから上、ただガードの上、この左結構厄介な感じに見えますが、見にくそうですね。あれは入り方が伊藤さんちょっと工夫あるんですか、茂田選手の左に関しては。左はでも多彩な方向から打ってますよね。アッパー打ったり、このボディ打ったり、はい、ボディに散らしたり、かなり見にくいというか散らされてるんで、やりにくいと思いますね。2ラウンド残り10秒です。今どうしても酒井選手がかなり単調に入ってって打つってだけなんで、はい、読みつつあると思いますね、茂田選手が。ここで第2ラウンドを終了しています。まあ、1ラウンドに関しては茂田選手のペースかなというふうなイメージありました。伊藤さん、この2ラウンドに関してはいかがですか。変わらずですね、まあ、少し酒井選手出てきましたけど、茂田選手が基本的にはコントロールして的確に左を当てていってるかなという印象があります。1ラウンド気になっていた手数という部分なんですが、それに関してはいかがでしょうか。酒井選手に関しては、いや、出てってるんですけど、ちょっと打てるポジションに来れてないっていうのが今現状あると思いますね。あとジャブが少し出てないかなっていうので、やっぱりこうどうしてもコントロールされやすいかなっていう感じがします。まあ、それは先ほど茂田陣営から出ていた指示で、まあ、しっかりと相手を回していく、この辺はできているというそんなイメージですかね。そうですね、はい。まあ、ここまでは2ラウンド茂田が、まあ、ペースを握っているかなというそんな見立てになりますが、ラウンド3
第3ラウンドがスタートをしています。まあ、ペースは重田が握っている中で酒井がどういうふうにしていくか。まあ、この右のジャブで相手を止めておいてから左を打っていきます。前に来ていますが酒井、ただ手数はまだあまり出てはいません。ここで右から入ってった、今のいいタイミングのずらし方ですね。右から入っていくっていう、はい、だこの距離に持っていかないとちょっと酒井選手は難しいですよね。こう遠くからやれてると重田選手どうしてもうまいんで、はい、あと入り方を工夫していけばもう少し変わってくるんじゃないかなと思いますね。今ちょっとその辺を工夫しようかなという意図みたいなものが見えましたね。ありますね。 右から入ってきたりとか、はい、ただこの右のジャブは結構厄介です。ボディちょっと頭当たりました。左ボディがすごいいいですね、はい、あの重田選手。当然これおおやっぱボディうまいな。 今ね左ボディカウンターがうまかったですね。まあ、ちょうど酒井が入っていこうというところをうまく合わせていきます。カウンターうまいですね。やりにくいと思いますね、あの重田選手は。はい、ビフクちょっと効いたかな。酒井が当てました。まあ、これで少し流れが変わるかどうか。あ、しかしこのボディ重田が当てます。サイドフック、酒井が前に行く。まあ、伊藤さんが話していたその、まあ、パンチも結構硬そうという重田選手の印象なんですが、今日はこれ、あ、右、さあ酒井がちょっと流れを変えてきました。今みたいな連打はいいですね。追いかけるようにこう打っていくべきだと思う。ボディ酒井選手の爆発力すごいですね。ありますね。右当たります。重田選手はここ付き合いたくないですね、本当は。はい、ちょっと今圧をそのまま受けてしまっている感じになっています。明らかに 1-2 とは変わってきている流れですが、徐々に酒井翔輝が本領発揮してる。ただこのボディ、そしてもう一度酒井選手ガードしてるんでダメージとしてはないんですけど、やっぱり見栄えが少し良くないですね。はい、第3ラウンド残り10秒を切っています。まあ、少し1、2ラウンドとは変わったかなというふうに私には見えたんですが、岩佐さんにはどう見えましたか。酒井選手ちょっとエンジンかかってきましたね。はい、はい、ある程度こう被弾も覚悟でガンガン行くようになってきたんで、ここからまたちょっとあの試合の展開が変わってくるのかなとは思います。あの伊藤さん、実際ちょっと距離が詰まってあのお互い打ち合うというシーンが何回かありましたけども、これができるようになった理由っていうのはどこに感じてらっしゃいますか。そうですね、まあ、あのずっとプレッシャーかけ続けてたんで、こうちょっと捕まり始めたぐらいから、あの、まあ、重田選手も少し休んだりとかっていうのに入ったあたりからやっぱちょっとこうくっつき始めてると思います。あの肉が食べたい、あの肉が食べたい、あの肉が食べたい。ミートラボです。ミートラボのお肉大好き。八王子ミートラボ。今のラウンドは酒井選手に振りたいですね。はい、ラウンド4、第4ラウンドがスタートをしています。この試合は8回戦で行われています。ある意味おそらく重田にとってもこのラウンドは一つポイントになりそうなラウンド。ボディを打ちます。右からダブルでいって、そしてここで接近戦に持ち込んでいきます。クリンチの攻防からパンチを繰り出す。このどっからでもクリンチ、どんな距離からでもこう打つのがやっぱりメキシコイズムというか、はい、そうですね、そういうところはあるですよね。これ本当にどんどん後半に連れて本当に嫌になってきますからね。海外の選手なんか本当に多いですよね。はい、右の服、これ体力的にもやっぱり結構消耗しますよね。これやっぱりこの耳打ってるじゃないですか、はいはいはい、どんどん効いてくるんですよね。ああ、なるほど。
体の強さ、坂井選手ありますね、本当強いな、はい、まあ、国籍は日本ですけども、ボクシングの技術はもう完全にメキシコ仕込みです。そうですね、ボディー、おー交差しますね、はい、左から入っていった茂田、パンチパンチでこう声を出すのもちょっとメキシコイズムありますね。そうですね、はい、みんな声出しますよね、出しますね、はい、ちょっとでも茂田選手捕まってきてますね、ちょっと疲れも出てきた、疲れがありますね、はい、あの序盤に関してはうまくこう足を使いながらあのずらしてましたよね、うん、おー、ナイスカウンター、あー、ちょっと効きましたね、ちょっと足が止まっています茂田ですが、さあここは酒井が詰めていく、ここは茂田も頑張りどころ、お互いパンチが交錯をしました、ボディ右をかぶせていきました、酒井しかしそれはかわしてクリンチへ、ああいうこうクリンチ際のパンチっていうのはいやらしいですけど、やっぱ技術、技術ですからね、はい、でそのあたりは結構捉えていきます、ボディから何かこう一発一発が結構力込めて打ってるっていう、そういう感じありますよね、本当一発一発フルパワーですね、はい、この一発ごとに雄たけびを上げます酒井翔輝、ちょっとこうスタミナの差が少し、茂田選手の方が疲れてますね、はい、酒井選手の方が、こうやってガードの上から打たせますけど、結構全然スタミナ多分余裕がある感じだと思いますね、はい、パンチのキレもパンチ力も落ちてないですもんね、茂田選手ちょっと落ちてきたかなっていうのは感じますね、はい、まあ、茂田にとってはこれ8回戦は最初の試合ということになります、初めて、はい、さあ4ラウンドまで終了しましたけれども、どうでしょう試合の流れとしては、伊藤さんいかがですか。そうですね、やっぱし今、4ラウンドですよね、終わったところで、はい、こう今半分半分取ったかなって感じですね、 1,2 茂田選手、3,4 酒井選手で、ただやっぱ今の状況を見てるとちょっとこれから酒井選手に向いていくのかなっていうのは思いますね、どうしてもちょっとこう疲れた顔はちょっと見えるので、茂田選手は、まあ、このちょっと体力的に厳しい状況の中で何かこう跳ね返すためにはどういったことが必要になってきますかね。やっぱり跳ね返すというよりかは本当はやっぱり足使って距離を使ってという戦い方を、なんとかこうしんどいかもしれないですけど、はい、していかないと、あの距離だとどうしても酒井選手の距離になっちゃいますね。まあ、序盤から本当に酒井は圧をかけ続けていました、まあ、1、2はそれはかわしていた茂田ですけれども、まあ、おそらくは次のラウンドでなんとなく試合の趨勢見えてくるかもしれません。第5ラウンドがスタートしています。そうですね、このラウンドちょっと我慢して茂田選手、しっかりこう自分の距離で戦っていかないとずる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 やられちゃうかもしれないですね。より足の使い方が大事になってきます、まあ、こうやってステップは切っている茂田ではありますが、ここで詰めてくる、やっぱり圧は強い、ミクク、バッティングしましたね、切れてはないかな、どうだろう、ちょっと今確認をします、茂田がちょっと今出会い頭で頭同士がぶつかりました、カットはないですね、ちょっと目パチパチしてるんで見え方ちょっと変わってるかもしれないですね。あ、はい、まあ、この辺があまり影響しなければいいかなというところではありますが、まあ、茂田はこうやってジャブから、まあ、リズムをまたもう一度戻していこうというところ。そういえば伊藤さんの前回の試合が目が腫れてしまうバッティングがありましたよね。あ、そうですね、はいはい、やっぱ A のこうちょっとこうリズムが崩れますし、ハプニングですよね。確かあの時は逆に伊藤さんは接近戦に持ち込んだっていう記憶がありますけれども。そうですね、もう見えなくなっちゃったんで、はい、ああいうのってでもこういい風に回る時もあれば悪い時にもあるんで、あ、はい、まあ、今回のこの休憩がどっちに行くかっていうのはちょっと多少あると思いますね、伊藤君前回のってパンチ頭です、頭がもうもろにぶつかって、
まああいう時って気持ちを立て直すっていうか一回整理するのもなかなかね大変ですよね。そうですね。はい、おっぱ今いいボディでしたね。ワンツー打ちます。そして追っていきます。さあ堺の圧がもう明らかに強まってますね。相手を追い込んでいます。さあここでボディ入った、まあ、このラウンドの入りに関してはちょっと足を使っていたんですが、ちょっとそのパンチを打った後の足が流れるシーンが出てきました。茂田相当にスタミナ面は消耗しています。一方いるだけで高地トレーニングというそんなメキシコで戦ってきた茂田が前に圧をかけます。いやこの辺りも接近戦のうまさがあります。茂田選手も結構パンチ硬そうですし、顔がいいの打ってるんですけど、やっぱり酒井選手ガードがいいんで、はい、こう打たせますけど、やっぱりダメージもらうようなもらい方してないですね。顔の具合を見てるとやっぱりそんなにもらってないんだなっていう感じありますもんね、はい、そうですね。ガードが絶対落ちないんで、はい、まあ、このメキシコ仕込みのハイガード右割っていきます。第5ラウンド終了しました、まあ、ある意味で試合の流れをこう決めるそんなラウンドになるかもしれないというふうにご紹介をしましたが、岩佐さんにはこのラウンドどう見えたでしょうか。そうですね、どん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 酒井選手がプレッシャーをかけてどん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 自分の試合に引きずり込んでるなってのを感じますね、はいはい。まあ、これちょっと茂田選手にとってはなかなかしんどい、まあ、しかもちょっとバッティングもあったラウンドですけれども、岩佐さんから今茂田選手こう期待をしたい求めたいところはどういったところでしょう。今だいぶこう気持ちメンタルがこう揺れてるところもあるんで、今はね、まあとにかく踏ん張るなりこう我慢の時かもしれないですね、はい、今5ラウンドですよね。5ラウンドです。あと2ラウンドぐらいになれば吹っ切れる、あと2ラウンドだとかなると、はい、吹っ切れてまたいいボクシングできたりとかするので、スタイル的にも、そこに、まあ、こう期待できるかなとは思いますけどね、はい。まあ、終盤 のラストに近くないラウンドが一番しんどいって言いますよ ね、 そうですね、はい。さあ6ラウンド目に入っています。いや酒井の圧は前に来る前に来る、これをなんとかかわさなければいけない茂田ではありますが、このまっすぐの圧をどういうふうにかわしていくか。ボディクリンチして休ませてくれないっていうのはきついと思いますね、はい。本当はこれをクリンチさせたいんだけど、僕技術的にさせないということなんですか。そうですね、クリンチ際にこう、はい、細かくアッパーだったりフックだったりっていうのを打つのがうまいですね、酒井選手は。これもガードの上からなんですが、ただまとめるぞまとめるぞ、どうか。でも茂田選手もボディうまいですね、本当に左ボディうまくて打ち合うときはちゃんと打ち合うんで、はい、気持ちも弱くないですね、今のボディもカウンターのいい左のボディ打ってますよね、はい、茂田選手。ちょうど酒井が右打つ負けだですよね。あれ効くでしょ、めっちゃ効くと思いますね、あれ。あ、このボディ今のタイミング効いてますね、茂田選手。重そうだな、ね、パンチありますよね、腕が長いこの遠心力を使ったパンチというか、そんなイメージがある。ちょっとボディ効いたかな、ちょっとタフネスの差が少し出てきそうな感じはありますね。逆にあの左ボディ酒井選手効かないのかなと思っちゃうんですけど、お構いなしだけど、はいはい、お構いなしにガード高いですから ね、すごいですよね。さすが海外でダウンゼロっていうのは、あれだけの選手とやってきてますからね、まあ、11敗はしてはいるものの、もうとにかくもう本当にトッププロモーションで契約をしている選手と戦っての成績です。本当の接近戦の打ち殺し、あれ見えないんですよね、本当に。あ、なるほど、嫌なタイプですよね。やりたくない、やったら面倒くさいなってタイプですね。これはなかなか日本国内でいうとこう対戦できる相手ではないかもしれないですね。
まあ、我々はそのメキシコから戻ってきたその酒井選手がどうやってこう日本の選手と向き合うかっていう、そんなご紹介をしましたが、逆に重田選手にとって未知との勝負になってるんでしょうね、これね。重田選手は逆に海外 の選手との試合の経験はないと思うんで、メキシコとかそっちの方は、はい、中米はないです ね、はい、そう思うとやっぱちょっと戸惑いだったりとか新しいところがあるのかなと思いますけどね。わ、今も相当な勢いでフック振ったんですが、結局あの酒井選手はもう世界中どこでもやってますからね、そうですね、そこのキャリアは本当にあると思いますね。キャリアの差はありますね。リズム乗ってきてますね、はい、6ラウンドが終了しています。まあ、メキシコで主にキャリアを積んだというふうに酒井選手ご紹介しましたが、アメリカでも当然やってますし、あとニカラグアでも一試合やってるというね、そんな経歴を持っています。でも実際エーサインボクシングは本当にいろんなあの伊藤選手が語っている、ね、動画などもありますので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思いますが、でももうあの酒井選手はもうだいぶ こうこのボクシングに味を占めてきていると思うんで、はい、おこれもうまい。いやだいぶあれですね、ダメージをもらっています重田。いやこの辺りも強烈、あのだんだん打ち終わりとかにも狙い始めてきてるんで、前半はちょっとガードであれしてましたけど、はい、今あの外してからこう右ストレートアッパーっていうのをやってってるんで、だいぶパンチ自体も見えてきてると思いますね、酒井選手が、まあ、あれだけ余裕があるからこそ出せるってことですね。 あと右、お今右よく良かったですね、はい、さあここで重田が流れ変えるかもしれませんが、生きどころボディ、まあ、ちょうど今完全に流れが引っかかったかなと思ったところで一発右を当てました。はい、おわー、左のフック、まさにハンマーフックのようなフックが来ました。まあ、この組み際からあれが来るんですから、ちょっと厄介です。お互いでもタフですね。タフですね、重田選手ね、打力強いですよね、はい、結構いいパンチもらってますけど、いいパンチ、いいタイミングもらってますけど、まあ、重田選手はデビュー戦で韓国の選手とやって、その時は敗れているんですけど、それ以降は負けがありません。はい、韓国、いや、いい選手ですよね。まあ、現状ここまで7戦負けなしという形で、うん、はい、来ています。まあ、日本ウェルター級現在7位のランキングですんで、まあ、当然そうですね、実力者ですからね、はい、そう思うとやっぱり酒井選手のちょっと実力差が、はい、そのこのレベルの中での実力差がちょっと出てきたなとは思いますね、はい。まあ、やっぱりもう間違いなく日本ランカーの力は間違いなくあるというのはあるなと思いますね、はい、右のフックを打ちます重田。おー、左ボディ上手いですね、やっぱ、はい、ボディアッパー得意だと思います ね。そうですね、あれ効きますよね。酒井選手お構いなしです ですね、痛くないのほぼ同じ場所を捉えてるんですよね、それも効く方ですからね、はい、いわゆるレバーショットになるんですが、そうですね、はい、僕も何回かあれで倒したことあるんで、はい、あの左ボディはねカウンター一番効きますよね、はい、もうまさにサウスポーとしては一番こう決めたいね、ボディショットですよね。うわ、第7ラウンドが終了しています。いやもうあっという間に7ラウンドまで来ましたという感じですけれども、ね、はい、面白い、何かこう我々もこう異文化を体験しているかのような、ね、感じで見ているところですけれども、なんか異文化でありながらこの酒井選手の独特なそれこそボディとかも、はい、なんか体の頑丈さはもう文化関係なくもともとやっぱ持ってるものがあるんだろうなと思いますし、はい、スタミナのこともそうですけど、ええ、メキシコ人がじゃあ向こうでやってるからみんなスタミナある
って言ったらそうでもないですよね。その辺はもう本当に酒井選手という個の強さ、そうですね、はい、体の強さとこうスタミナ、これだけこう前に出られたらみんな嫌だと思いますね。ある意味彼にとってはそのメキシコでの経験というのはその彼の子を生かす上でもすごく良かったのかもしれないですね。ただ茂田選手はもうこのラウンドやっぱし倒す勢いでいかないとちょっと難しいですね。ただちょっとやっぱスタミナが少し来てるかなっていうのもあるんで、行きにくいのはあると思いますけど、さあここは酒井ラッシュ、こういう接近戦になるともう酒井のペースになりますんで、足をうまく使っていきたいボディおそらく本人はあのボディには自信を持ってるはずなんだけれども、相手が聞いた顔をしない、そしてショックが来る、まとめてきましたね。もしかするとこれ倒しにかかってるかもしれません。8ラウンド、おいいボディ、今度は右で打ったんですが酒井は構わずいきます。クリンツの離れ際、右のフックボディ、このボディ、さあ流れを持っていきたい、倒しにいってますね。もうあれにかけるしかないっていう感じでしょうか。そうですね、はい、力を振り絞って打って、うわーしかし左が来た、力強いな、これは、まあ、顔面にもらっても倒れない茂田、そしてボディもらっても気にしない酒井、はい、どっちも強い、どっちも強い、どっちもいい根性ですね。おーすごいな、まあ、何しろウェルター級の試合ですから一発一発相当重さがあるんですが、迫力ありますね、迫力もありますね。で、あの2人ともスピードもありますよね。レベル高いウェルター級の試合ですよね。一番しんどい時間帯を迎えたアッパー、サドはちょっと顔を置きましたが、いや何かこの辺のこう接近戦クリンチ側の攻防はもう本当に素晴らしい技があります。酒井何かムエタイファイターの首相撲の美しさを見ているようなそんな感じすらありますが、右のフック、さあやりきれるかどうか、残り40秒、あれ嫌ですね、うん、細かいですけどね、はい、左フック、ボディ打ちます。このボディはもう左何回持っているんですが、重田酒井は構わず前に行きます。かわした左フック、残り10秒、おー一発、おー左当たりましたが、お互いに拳を突き上げました。場内からは拍手が巻き上がっています。重田選手もランカーの意地を見せましたね。本当ですね、はい、すごいいい選手でしたね。ちょっと酒井選手が異常なぐらいに、うん、手数とプレッシャーとスタミナがあるっていう、うん、まあ、ちょっと今まで見たことはないタイプの選手ですけれども、うん、改めて発見というのは伊藤さんありましたか、酒井選手に関して。本当に改めてこうガードも良くて打たれ強いなっていう、まあ、打たれ強い、僕なんかこうあんまし打たれ強いとかあんま好きじゃなくて、ええ、あの人間もらったら倒れると思ってますし、はい、ただいまの再戦をお知らせいたします。ジャッジ福地雄二、飯田哲也、松原信弘、三者ともに78対74、3対0の判定をもちまして勝者赤コーナー酒井翔輝。判定は三者ともに78対74、4ポイント差がつきました。なります、三者ともに満場一致でつけております。ベルター級8回戦メキシコからの逆輸入ボクサー酒井翔輝が日本デビュー戦の勝利を飾っております。すいません、ちょっと話伊藤さん途中になってしまいましたが、いいえ、はい、
いやでも本当にそういった意味ではここはやっぱ海外でやって経験するというか、常に難しい試合でもこう生き残ってきたっていうキャリアを感じた試合でしたね。改めて思いました。はい、重田選手もすごいいい選手ですし、全然こうなんていうんですかね、本当にいい選手だなと思ったんですけど、それ以上にやっぱ坂井選手のそういったキャリアが上回った試合だなと思いました。はい、岩瀬さんはいかがだったでしょうか。はい、坂井選手本当にタフで本当にメキシカンのようなパワフルなボクシングでしたね。でまたこの日本のウェルター級界に新しい風が吹いて、どん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 上の選手とやっていってほしいですね。で坂井選手は当然誰とでもやると思うんで、上の選手逆に逃げないでほしいなと、あ、なるほど、はい、そういう試合どんどん 見てみたいですね。